皆さんこんにちは、リリーです。今日は換気扇のお掃除の仕方を紹介します。最初に整流板のストッパーを同時に押し込みます。ちょっと手間取りましたね。フィルターを外します。オイルトレーのネジも外します。思いのほかネジがしっかり締まっていますね。オイルトレイを外しました。そしてファンのネジ。このネジは時計回りに回して外します。ネジを外すとファンが落ちてくるので、ファンをしっかり持ってネジを外してくださいね。整流板を外します。ファンは月置き洗いが簡単。ここで登場するのが重曹。大さじ1杯入れます。重曹は人に無害で地球にも優しい。50度くらいのお湯に月置きするので、水とお湯で調節してくださいね。うちでは先に水を入れてからお湯を加える。お風呂に浸かる温度より少し熱めの温度です。手で触って判断してくださいね。クエン酸を小さじ1杯入れてください。クエン酸は重曹と混ぜることで勢いよく発泡して汚れを浮き上がらせてくれますよ。泡立ちが少ないので大さじ1杯の重曹を加えます。入れた瞬間一気に泡立ちます。どうです?油汚れが取れそうな感じがするでしょう。これでしばらくつけ置きします。その間にフィルターを洗剤で洗っちゃいます。オイルトレーも一緒に。本体もささっとさっきのスポンジで。内部は油汚れ専用のクリーナーで拭いていきます。内部も結構油汚れがあるので、しっかり隅々まで拭いてくださいね。頑固な汚れはメラニンスポンジにお任せ。キュキュッと軽く拭くだけで、軽く磨くだけで油汚れが落ちてくれます。整流板も洗剤で洗います。大きいからお風呂場で洗うのがおすすめ。洗い終わったらフィルターも水洗いしてきれいにします。次にオイルトレイも。20分つけ置きしたファンは汚れが落ちてくれてるかな?結構お湯が汚れてますね。つけ置きだけでこんなにも汚れが。つけ置きできれいに拭き取れなかった羽の汚れを拭き取っていきます。つけ置きしていたので汚れも力を入れずにさっと拭くだけで取れます。
歯ブラシは傷がつくので錆びる原因になります。あとはもう一度バケツにお湯を入れてすすぎます。さっきつけ置きしていた重曹とクエン酸入りのお湯は流すと排水口もきれいになり一石二鳥ですよ。ファンもこんなにもきれいになりました。パーツが乾いたら取り付けていきます。ファンを戻します。ネジは半時計回りです。この時もファンが落ちてくるのでしっかり手で押さえます。しっかりネジを締めてくださいね。次はオイルトレイをつけます。ネジ穴があるので確認してくださいね。オイルトレイのネジをしっかり締めます。フィルターも元に戻します。整流板も取り付けます。引っ掛けてるだけなのでしっかり引っ張りながら取り付けないとこんな風になりますよ。ほらね。ストッパーを同時に差し込みます。動作を確認して終了。今回は換気扇のお掃除編でした。